後ろがね、結構ツルツルですよね。後ろはね、一番右側の後ろは結構前。結構前。あの今日変えようと思って会社やってタイヤ取りに行って行くとって言うて、これ。もうちょっと早く来ないでこのタイヤじゃん。もう全部、ね、もうレッカー今呼んで50分ぐらいかかる。これから50分。そうですね、今の電話がそうだったんで。50分に着くじゃなくて、これから50分かかるってことですか？かかるぐらいって言ってました。わかりました。いやー、右カーブの時じゃなくてよかった。車は動かないわけじゃないですよね。まあ動かないわけじゃないけど。動かないわけじゃない。もうちょっと先の対象行った方がいい。それか、もう、あと3キロぐらい頑張って、パーキングエリアに寄っちゃうか。そうなったらもちろん後ろ着くんですけど、どうします？ただ、ホイールの保証はできないですけど。だよね。もうでも結構多分見てないけど行っちゃってるよね。結構トンネル入る手前ぐらいで行っちゃったから、そこで止まるのはさすがにおまわりさん、おまわりさんのお手数をいっぱいかけちゃうようになっちゃうからあの白黒ももしかして一緒に来た方、あれはまた別の事故。どうします、ここに残ってます。できれば移動してほしい。やっぱり危ないね、ここじゃん。ここ危ないもんね。でも相当ゆっくり行かないと、まあ、後ろは行くなら後ろは着きますんで。あと何キロぐらいだっけ。あと 17.5 なんで 2.5、 3キロ弱。3キロぐらい。ホイール行っちゃうでしょまあでも見てないからね、ホイール今多分リム行っちゃってるよ。レッカーする方も結構危なくなっちゃうんで、ここだと。そう、そこだと、ね、なおさらトンネル出口で、あの目がまだ慣れてないところ で、ね、いきなり明るくなってってことで。そう、俺もここ下手したら突っ込まれちゃうかもしれないんで、ここで止まるのもまずいなと思ってたのだけど、そのままハザード焚いて抜けていくよりかは全然こっちの方がまだいいかなと思って止まったんだけど。どうします、移動します。そうだね、おまわりさんたちもここじゃ嫌でしょいや、あの、多分みんな、ま、安全か安全じゃないかって言ったら絶対安全じゃないもんね、これ。逆にあっちとかだったらいいんですけど、さすがにこの交通量で。で、いや、俺最初ね、あっち行こうか考えたんだけど、いやー危ねえよなと思ってあっちもあっちで危ないじゃん、追い越しだからさ。あとあっちにはレッカー作業が便利。絶対狭いから こっちの方がいいなって。っていうのはもう引っ張ってくらしいから、引っ張ってく、だから交換ができないから、前釣りでじゃあ、前釣りで引っ張っていくっていう話になってるから。あと 1.7 2キロ弱でしょ。2キロぐらいでしょ。3キロ弱でしょ。 17.5 キロもそうだったと思うんで、その PA パーキングエリアの入り口が3キロ、いくらパトカーついててもチャレンジしすぎじゃない、はい、パトカーついててもチャレンジしすぎじゃない。まあでも結構います、まあここにいるよりはうーん、結構怖いよね。でもね、後ろでゆっくり走っていくのもパトカーだって怖いでしょ。いくら覆面でしょまあ、交通量多いんで、あの幸いって言ったらあれですけど普段よりは全然遅いんで、多分60キロぐらいしか今出てないんで、結構ここノーマルの、あの通常時よりは全然、ね、よくやってもんねおまわりさんだってよくやってんの知ってるよ、見てんのたまにあの追い越しのあのトロトロ走ってる大型蹴散らしながら走ってるのも見てるどうしようかな。おまわりさんたちもそっちの方が離れられるもんね。いや、どっちにしろここにいても向こうにいても離れるんですけど、俺単独じゃ怖いもんね。まあ、あのそのホイールの心配があるんで、それは別に強制はしないですけど、ただ突っ込まれてもっとひどい事故になったらもう向こうも来ないんで、向こうも来ないんで、会社に怒られちゃうんだよね、ホイールまでやっちゃう、はい、ホイールまでやっちゃうと会社に怒られちゃうんだよね
でももう走ってきたんですよね、バーストしてから。バーストしてからね、まあトンネルの手前だから、はい、まあ逆に今傷ついてもその時気づいてるかわかんないですからね、うん、まあまあね、正直ね正直ね、まあ私がこんなこと言うのもあれです正直ね、正直そうなんだけどね、まだ使えたかもしれないじゃないかよとか言われちゃう。だって2キロぐらい走っちゃうと、もっと結構削れるよ多分。ゴムもバラバラ散らして走るようになっちゃう。どうなってんのかタイヤ見たいんだよね。それで考えていい？はい。それで考えていい、タイヤ見て。まあ、わかります。うん、あ、タイヤ。うん、そうそう。まあ、ドライってね、途中で外れちゃうと思うよ、多分。多分ね。レッカーも40分後ぐらいですよね、さっきから50分だ。